はい、皆様ごきげんよう、てるてる百貨店になります。今日はですね、こちらのレビューになります。はい、モノマックスの、こちらはですね、10月号になるんですけど、これ、増刊号になりますので、ここにある通りセブンイレブン、セブンネットショッピングの限定になります。コンビニさんかつ、特定のコンビニの、取り扱いになりますのでお気をつけください。モノマックス10月増刊号になります。はい、で何が、今回気になったかというと、こちらですね、これ以前私のレビューで、このですね、同じものではないんですけど、これのナノユニバースの黒ですかね、黒いやっぱりあのカバン持ってまして、ちょっと、こちらも気になりましたので購入してみました。はい、ですね、付録はというと、まあ、こんな形になってます。はい、ナノユニバースという形で、ロゴが入ってますね。でこんな形で、袋詰めされてます。はい、じゃあ、袋詰めされているので、これ、開封していきたいと思います。はい、開封しました。まあ、こんな形で折りたたまれてますね。じゃあこれ開けていきましょう。はい、生地的には、まあ、デニムみたいな素材ですね。デニム的な素材になってます。大きさはですね、実寸値はこちらに書いてあるんですけど、概要欄の方に載せておきます。なので、ちょっと概要欄の方で実寸値を、見ていただければと思いますが、ちょっと私は見た目ですね、この大きさになります。ちょっと雑誌置いてみましょうかね。はい、ここが、下がここがマチになるので、あ、ここですね、あ、ここっていうかここです。これ広げてもここがマチになるので、まあ、大体、マチと一緒と考えてください。そうなると、雑誌を置くと大体深さは雑誌と同じぐらいですね。で横幅も、ちょっと特殊な形をしていますが、ここまで生地があるので、まあ、雑誌の横幅までありますといったサイズ感ですね。結構、この雑誌を縦に置いて、それと同等の大きさになるので結構大きいかなと思ってます。はい、じゃあ、実際カバン見ていきましょう。ですね、ここですね、はい、ナノユニバースという形で、印刷っていうか刺繍ですね、刺繍された、ものが縫い付けてあります。あとは、このショルダーの、カバンですね、取っ手ですね、取っ手は結構これしっかり縫ってあるので、まあ耐久性、重さはそこそこ耐えられるかなと思ってます。はい、で、表面についてはこんな形ですね、まあ、特に内ポケットとか、外ポケットはありません。あと裏面になります。裏面もまあ特にないですね、外ポケットは。はい、でこの下のところは、こちらマチですね、まあ、こういう形になっててこちらがあるので、はい、まあ、特殊というか、まあ普通のカバンの大きさですね。じゃ中見ていきましょう。中もですね、中は、生地的には、つるっとした、ちょっとなんていうんですかね、レジャーシートっぽい素材ですね、こちらで、特段内ポケットはないですね。はい、こちらについても、こんな形、反対面についてもこんな形という形で、まあ、特に、内ポケットはないですね。はい、でちょっとこれ形を作ってみましょうか。はい、形を作るとまあ大体こんな、大きさの形になりますね。
はい、ちょっとなかなか難しいんですけどね。よいしょ。じゃあちょっと上向きましょうか。はい、こんな形ですね。よいしょ。まあ、雑誌があって、まあ、このこういったような形のカバンになります。よいしょ。ちょっとなかなかデニム素材なんで、まあ、使っていくうちに、形は良くなっていくのかなって思います。特殊な形って私言ったんですけど、こういうよくある逆台形の形ではなくて、普通に長方形ですね。普通に長方形の形でした。まあ、普通に長方形なんで使いやすいといえば使いやすいかなって思いますね。はい。で、中は先ほど言った通りちょっと、レジャーシートっぽい、素材なので、何か汚れがあっても中はまあ拭いたりできるかなと。あと何かこうちょっと水滴がつくような、まあ、ペットボトルとか入れても、特にこれがシミなそうですね。まあ、ちょっといろいろ物を入れてて、そういうあの水滴がつくものを入れると逆に自分の荷物が濡れてしまうので、その辺はあんまり入れない方がいいかなと思ってます。まあ、一応使い道としては、雑誌としてはあれですね、まあ、こんな形で、玉ねぎとかになんかいろいろ野菜が入ってますけど、やっぱり内側が、レジャーシートみたいなちょっと素材になってるので、こういった野菜とかをそのまま、入れて使えるよといったような、まあ、抗菌加工してますよという形なので、やっぱりちょっとそういう、カバンなのかなと。まあ、下にも、撥水加工がしてありますよとか、あとタフ仕様です。さっき私が言った通り、この紐のところは結構、頑丈に縫ってあるので結構重さ耐えられますねと。一応ここにあるんですけど、耐荷重30キロまで OK ですね。まあ、結構30キロしたら結構耐えられると思います。なので重さも耐えられる、ここにある通り、内側外側も抗菌加工してあって、中は、撥水加工ですね。撥水加工、外が、撥水加工してあるので、やっぱりこういった、ちょっとお買い物バッグ、スーパーとかのお買い物バッグ的な使い方の、カバンかなと思います。はい、以上です。まあ、結構こんな形で、これいいかなって、まあ、結構いいなと思ってまして、で別に、まあ、野菜とかだけでもなくて、私は結構やっぱりあのカメラ持ち歩いてとか逆にしているので、逆にカメラとかは、カメラバッグで入れ、持ち歩かないときはこういったカバン自体が、撥水加工になっているものを使うと、中に入れる機材であったりとかカメラが守れるんではないかなと思っております。はい、以上となります。またこんな形で、梱包して見えないものを私の方で開封してレビューしていきますので、もしよろしければ、チャンネル登録をしていただいて継続して見ていただければと思います。あとは、この動画良ければグッドボタンお願いします。何かもうちょっとこういう風にレビューしてほしいというのがあれば、コメント欄からよろしくお願いします。はい、以上となります。てるてる百貨店でした。バイバーイ。